こんばんは、平井博明です。今回はですね、ここ2、3日かね、以前撮って公開しているパワーフェードについての動画があるんですけど、その視聴回数がなんか急に最近伸びてきて、ちょっと時間差だなって思いながら見てるんですけど、その中で左脇を締めて打ってくださいって言ってるところがすごい視聴率が高いですよ。でそれトル君が見てくれて、あ、なるほどなと思って、左脇をスイング中締めるっていうことなんて全く他の動画では言ってないですし、多分需要もないと思うんで、この動画は多分50回とかだと思うんですよ、再生回数ただそれだけノーマークなのに言ってることはめちゃくちゃ重要なんですよ。言ってることって今から言うんですけども、めっちゃ重要です。でも気にされてない方が多いというか、知らないので伸びないですね今回も、うん、でも一応やらさせていただきます。左脇の大事な大事なポイント、なんで左脇を締めるのかということをこれから動画で説明していきたいと思います。平井博明のワンナップゴルフ。そのパワーフェードの時に左脇を締めて体と同調させて打ってくださいっていうのを言ったんですよ。その理由が結構あって、クラブが体から遠ざかるんで、ここから左脇だけ締めますね。そしたらクラブってこうやって戻るんですよ。左脇を締める良くなるポイントですよね。それが5つあるんですよ。で5つあって、その5つができるとすっげーいい球が出るっていうのがあるんですよ。そのいい球っていうのはパワーフェードになります。そうイコールになっちゃうんですよね。左脇締めてうまく打てるとパワーフェードが打てますよっていうことなんですけど、その内容についてその5つやっていきたいと思います。まず1つ目に、スライスに悩んでる方だったり、僕が前ハンドルを左に切ってくださいって言った、その左にハンドルを切る動作をやりたい方だったり、安定感を出したい方、あとはライン出しをしたい方、そもそも球を捕まえたい方、この5つ当てはまる方は絶対左脇を締めた方がいいんですよ。左脇をどういう風に締めたらいいかっていうのをやりますけど、バックスイングを上げて、もう僕の場合はこの辺から締めるんですよ。多少紙1枚ぐらい、そうこっから締めて、ここに行った時にはもう締められる準備をしてる、し終わってる感じで、こっからこうやって左脇を締めて打って、こういう感じよね。こういう感じ。締め方はこうじゃなくてこう、前からこうやって締める、こうやって締める、そう、これをねこうやって締めたら外れるから、こうやって大胸筋を前から潰す、こうやって構えて、こういうアドレス、ここ結構ね硬いんだよね。これで左脇を締めながら、これ今開いてないんだよね、左脇がフィニッシュでもこういう状態で打ってあげるんだけど、ここから体の回転と腕のスピードは絶対一緒、もう同調してるから、こうやってこう、もうこれはもう絶対元も子もなくなっちゃうかもしれないけど、これは下半身の使い方っていう動画を上げさせてもらったんだけど、その下半身の使い方なり体の捻転なりをちゃんとできてないと左脇を締めても何の意味もないんだけど、そう左脇だけ締めて打ったって意味ない。そうだからちゃんと全部がパワーフェードって難しいから、そう使えてないとダメ、ちゃんとね。だからミスマッチなのは手打ちね、これは手打ちとは真逆、どっちかというと大きくでっかくパーツを使うから。そうじゃ全然ワンナップゴルフじゃないじゃん。そうだからこうやってこうやって手打ちで打つショットではない、そう珍しいね、そんなの教えるの。モネちゃんのせいかな。なんで稲見モネちゃんがパワーフェードだっつって今あやってんの、うん、あそうなんだ、そうあだから伸びてんじゃないのじゃかな。あとはライン出しをやりたい人もそうなんだけど、俺フェードヒッターじゃないから詳しいこと言えないから自分の感覚でしか言えないけど、トップ作って左手の甲をターゲットに当たるときに向けて、その向けたまんまこうやって左脇締めながらクラブを出していくイメージなんでね。だからこの時に右手になったらこうやってなるわけよ、はい、でも左手リードで打ってるから左手だけ残したらこうちゃんとキープできる、そういうイメージ。いつものショットは右でバンってやってるから
右手離すとこうやって下がるけど、右手だけだったらちゃんとこうやって残ってられる。だからそういうどっちの腕を主体にして打ってるかっていうのだ。パワーフェードで左脇を締めるっていうのは左手リードになるんでね、もうこういう状態だから、こういう状態でクラブを持って体の回転でこうやって打ってあげる。完璧だね今のも。めっちゃいい。そうだから左脇を締めるってすごい重要。要は体からクラブを離さないため、クラブを寝かさないため。これで今空いてるじゃない左脇、締めたらただこうやって締めたってクッてグリップが手元に寄るでしょ。だからこれでクラブが立とうとするわけよ。だからクラブが寝ないんだよね。でクラブが立てて降りてこれるようになってきたらフェードって打ちやすくなるから。クラブが寝たらフェードって打てないから、クラブを立てて立てて使うっていう面でも左脇っていうのは締めとかなきゃいけない。綱引きとかもそうなんだけど、こうやって引っ張るのとこうやって引っ張るのとこっちの方が強いでしょ、締めた方が。だから左脇を締めてこうやって引くのよ、回転でね。クラブをトップからインパクトに引き寄せなきゃいけないから、それで左脇を締めてグッて。でよくね、たけちゃんはね、左の脇毛をむしり取れっていうの。あ、すげえいい例えだなと思う。そんなになんだ。そう、めっちゃ強いから左脇って。左脇がガバガバでいいショット多分打てないと思うよ、強いショットは。結局じゃあね、左手リードしたい方、体重移動したい方って多いと思うの、そういう方が左脇空いてたら何の意味もないから本当にそういう方だからこそ左脇締めないとダメ。俺の真逆だよね、体重移動して左手リードで体の回転で打つ、で左脇締めるよ。めっちゃいいフェードショー。そう。てんだね。うん。ダセいけどね。そもそも右もあんまりかっこよくないけど、左だともっとダサくなるけど、でも打てる。あえてちゃんとやれば、ちゃんとやってるかどうかわかんないけど、でもそうこういう意識で打ってんだよね。あんなには打てないけどコースじゃない。だけどあれで左脇開いたらドシャンクするから、ちゃんとクラブを引き寄せる動きっていうために左脇っていうのは絶対締める。大事なんだ。めっちゃ大事よ、ね、安定感。要は体とクラブが同調してたら安定感って高くなるんだけど、その安定感を出す一定のスピードで振るために、もうアドレスから今左脇締めてるのね。この締め感を変えないでこうやって打ってあげる。そう、今締めるだけね、うん、こうやってこれハーフトップじゃない。うん、左手リードだから絶対打ち込むから。あ、そっかそっかそっか、うん、これポイントね。今のすごいいい質問。これ左手リードでハーフトップ打ったら引くから。これは右手の特権。あ、ハーフトップは。あ、そうなんだ。そう、左手リードの人は、左手リードの人はバチューっていくから。そうなんだ。だからハイバンス使うまたそういうあれがあるんだ。左手リードの人はハイバンス使った方がいい。これポイントいっちゃったな。左手リードローバンス使ったら刺さるから。でもこれはドキ本ね、うん、これでじゃあ左脇締めて回転で安定感でナイスショット強。いいフェードだね、うん、だってクリーンにヒットしてる感じするけどね、全然打ち込んでるように見えない。あ、本当、うん、俺がそれはあれなのか、見る目が出ない。いやいやいや、クリーンにじゃあ打ってみるね。違うでしょ。全然違うでしょ。そっち見たら分かった。全然違う。そう、あれがクリーン。そう、そうなんだよ、ね、そう、分かりづらいの。芝だと音が全く違うのよ。あ、そう。そう、芝で左手リード打つとボシュッっていうのよ。あ、そう。根っこ切る。あ、うん、だけど芝から今みたいにクリーンに打つと人工芝とあんま変わんない音するから、うん、乾いた芝っていう。言うことが大人だねと思う。クロートだね。そうだね。
なかなか言わないね。クリーンなこうターフ取ってるなんて。左脇を締めて左サイドリードでこうやって打つんだったら、あまり無理にクリーンに打たない方がいい。打ち込んでった方がいい。そう、こうブシュッとボールの先をこうちょっとターフを取るような感じのイメージ。それはボールの左のパーツを使ってるから。ボールの右のパーツだったら要はこっちだから視点がここになって上がる一方じゃない。だからクリーンは OK なの。だけどここだとさ、最下点がボールの左になるじゃん。そうだね。そうだから体重移動するんでしょね。そう、そうだから打ち込んでった方がいい。これ動画ある？ある。うん、最下点がどうのって言ってる動画あるよ。なんだよ、なんだよっていうか、だけどほら、こんなこと言わないから。あ、そうだね。一番右手のさ、あ、そうそうそう、手打ち推奨ボール。そうだね、そうだね。両手だったらなんとなく全体的にこうやって打つじゃない。だからなんとなく両方できるんだけど、限定しちゃう場合、右なのか左なのか、その場合はちゃんとその使い方とかヒットの仕方、捉え方を知ってれば無理なく打てる。だから右でこう右サイドっていうか右手のパーツを使って打つんだけども、その時に打ち込むんだったらフォローはあんまり取んない方がいい。結局こっから右ってこうやって上がるのに打ち込むってことはここで止まる、突っかえるじゃない。だから突っかえていいのよね、こうやって。そう、無理にあそこからブシャーンって取るともうガッチャガチャになるから。だから要はパンチ気味でいいんだよね。逆に左手、左サイドのパーツをリードして使うときにパンチ気味に打ったら引っかかりが出るから、抜いてあげた、振り抜いてあげた方がいい。ちゃんと打ち込む、打ち込むんだけどこうやって振り抜いてあげた方がいい。そうするとこうやって引っかからないで、こう今無理やり持ってったけど、ああいうふうにもうとにかく抜いてあげる、止めない方がいいよね。だからどっちのパーツを使うんだったら どういう動きをしなきゃいけないっていうのが分かってれば対処できる。教えてくんないだけでできんだね。俺？ああ。それは分かった。分かった？あ、本当？そう。全然教えてくんないけど。できる。俺あと何か言ってるっけ？右手使ってくださいとか戻してくださいとか。体使って左手で体重移動する打ち方は教えてくんないのかと思ってさ。本当ね。それ確かに勘違いしてたら申し訳ないんで、うん、でもいやみんな思ってると俺が思ってんだからね。そうだよね、うん、例えばじゃあ俺と徹君知らない人で、うん、徹君が俺のレッスン来て、うん、左手リードで打ちたいです、体重移動したいです、うん、回転したいですって言ったらその打ち方を教える。ああ、そうなんだね、うん、その打ち方を教えるけど、うん、おすすめはしないよ。でももしそれが本当にやりたいんであればその打ち方をめっちゃくちゃ教える。あ、そういうことね。うん、よくわかりました。今日はそれいや自分がやってきた結果おすすめはしないっていうだけかもしれない。だけかもっていうかそれだけ、うん、教えるのを教える。だからこう、そう、トール君がこういうスイングしたいんだよって言ったら俺トール君にそういうスイングを教える。教える。左脇大事なの。そう、左脇は本当大事だから。アプローチなんかもそうよ。あのね、これ有料級なんだけど教えてくれんだ。うん、アプローチでショートアプローチ、もうこれもう左手脇セメントで固めてるから今この状態、この状態ってことは腕と体がもう一緒にしか動けないのよ、はいはいはい、この動けない状態をボディーターンで打ってあげる。軽々しく一生って使わせてもらうけど、一生あなたも出るから。だって高さ変わんないし。そう、はい、固めました。ずっとこれだから、ずっとこれ。なんならこれだから。そう、左手片口あんだ。めっちゃくちゃ固めてるからね。普通のアドレスで左手でこうやって構えるじゃない。したらこうやってダフるわけ、当たんないの。リードしてないからいつも。だけど左手リードで左完全に固めて打ったら当たるわけよ。そう、でもあれは自分の打ち方ではないからやらないの。プロが固めてる。自分のスピンかけたり寄せたいな、自分のショットのアプローチは固めない。あ、そうなの。固めない。アプローチでミスをする人の今打ち方をやったの。あ、そうなんだ。そうそうそう、俺は絶対固めないよ。
こうやってやって、こうやって打つから。もうこうやって打つから。こうやって。絶対固めない。苦手な人はそう言ったら。苦手な人はこう。これでもう完全に外れない状態を作ってしたらもうこういう状態よね。右手は添えるだけで、まあ、ある程度ずれない程度にちょっと握るだけしたら、みぞおちと肩の間を回転させる。こうやって。でも言っとくけど寄らないよこれ。うまく打てるけど。あ、そうなんだ。感覚じゃないからこれ。あ、そうか。そう、機械的に打てるようになるっていう。うん、ロボットになるよね。そうそうそう、これ同じに打てるから。そう、だからずっと同じ球を打てる。そういうことね。うん、ただコース行ったらこうやって打ちたいでしょ。ギュンっつって。そう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 。だ、打てないんじゃ話にならないから、とりあえず最初打てるようにっていう感じ。左脇を締めてこうやって回転でこうやって打ってあげる。うん、几帳面な方はいいかもしれない。形も綺麗だしね。なんとなく変な動きがして、その自分の感覚の方がこうよっぽど変な動きだから、うん、チッキチッとやりたい方はそういう決め事、締めました、回転しましたっていう方が多分打ちやすいかもしれない、うん、その打ち方はその打ち方で教える、うん、だから自分の方は絶対真似しないでくださいって言ってるから。そうアイアンショットもそうよ。そう、あと長くなっちゃうけど、これも有料級なんだけど、これ7番で構えて左脇最初から締めました。締めたらさっきのアプローチと同様で、みぞおちと肩の間ぐらいを回転させるだけ。こうやって。当たる、全然当たる。これもどっちかというと基本に近い。これに俺は黄色いボール挟んでるから、はいはいはい、うん、絶対だから左脇の締め感はスイング中一回も変えない。今のなんかもう100点だけど。そう、ああやって打つ。でも全然あれじゃん、右手でも戻ってってないじゃん。今の教えてくんないよね。本当ね、初めて教えてくれてやつ、それ。うん、言っていい、めっちゃ高度だから。あ、そうなんだ。あのね、偉そうに聞こえちゃったら申し訳ないけど、プロがやること。70代とかたまに60代出すためにやることではない。もっと簡単なので出ちゃうから。え、そうなの。全然出るよ60代、うん、これで出るから全然。プレッシャーがかかったりとか極度のね、そういう時にクラブをブレさせたくない。要は手先でやったらよく震えるっていうでしょ。それをなくしたい。大きいパーツでいつものショットを打ちたいから、そういうショットをやるの。じゃあ使ってたんだこれ、試合の時は。言っていい、うん、使ってた。今使わないんだもん。必要ないからね。でも全然67とか出るけどね、パンって打ったって。要は結局パターが入るか入んないか。そうだよね。そうだけど、シード選手とか有名なプロからしたら、その俺のプレッシャーなんて大したことないけど、それでも感じてたつもりなのね。だからそれで構えて、ああやばい、体が動かないってなった時に無理やり動かすためにこうやって体を使って体幹で打つのよ。こうやって左脇締めてね、でこうやって打ってるわけ。そうすると震えとか緊張で動かなくなっても、大きいパーツだから動きやすいのよまだ。だからプレッシャーかかった時にも散らないっていうか、だから必要ないの。なるほどね、うん、有料級だねこれは。でしょ、答えだね。うん、だと思うよ。どっちが正しいとかじゃないと。そう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 、なのそうなの。いろんなものも全て含めて、うん、どっちを選択して使うか。そうそうだね、そうだね。言っちゃえば今の左手リードだから。そうだよね、うん、こうだから。ワンナップ右手しか教えねえじゃんってなるけど、うん、そうじゃないっていうか、本当いろんな状況によって全てが変わっちゃうからね。そう、言葉にしたら限定されちゃうじゃない、うん、だから
言葉にするんだったら無限から本当に60代半ばぐらいまでは全然右手の手打ちで右使ってくださいねっていうショットだから。だってプロと全く同じコンディションでやったことあるアマチュアなんて、それこそアマチュアでプロの競技を出たとかそれ以外ないじゃない。そうだ、ね、何千人っていうギャラリーの中でショットを打つってことがないじゃない。そうだ、ね、うん、だからその緊張よね。それが答えだね、うん、答えですだったら本当にこうやって構えて、あ、行くよって言ってこうやって打ったらよっぽどいい球出るから、難しいことしてないから、うん、言っちゃえば余計なことだからね、うん、より難しくしちゃうんだったらクラブだけ単体で動かした方がいい球は出るから、うん、答えだねって言ってくれたのはめちゃくちゃ嬉しいかもしれない。いやでもそうだよ、何で教えてくれないかって。そうだよ、それが答えだよ、うん、そうだね、教えてくれないんじゃないか、うん、必要ないんだよ。そうだから変な話、それこそあ、トールさんよろしくお願いしますって言ってきて、トーナメントで通用するショットの打ち方を教えてくれ今の俺の打ち方を教えてくれって言ったら教えるからってこと、ね、うん、その代わりどれだけ難しいかはやってみないと分かんないから、うん、とりあえずやってみましょうかっていう感じになっちゃう、うん、もちろん自分でやってきたことだからそのまま全部教えられる。なるほど、ね、うん、自信ある。それはこれは納得した。これマジ、うん、もう意味が分かったちょっと嬉しいそれ。本当難しいことになっちゃうっていうことは間違いない、うん、複雑にもなるし、うん、右手使って手打ちでは OK だったものが、あ、いいっすよその感じ、いいですよって俺が OK サイン出してたじゃん。でもじゃあ今そのプロのショット打ちたいっつってこれやった時にそれ同じことやったら全然ダメってなるからなるなるなる、全然なるよ。そんなんじゃダメですよってなっちゃう、ね、なる、全然なる、全そういうことだ、うん、楽勝でなっちゃうね。変わるものなんだよね。変わるもの、ね、変わるもの、そう、何がいいか変わっちゃうわけね。そう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 、そうだから前トール君がさ、その誰に聞かれるかによって答えが、ね、返しが変わるって言ったら、うん、それも多分一緒のことだと思う。そうだね、うん、そう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 、だから絶対に変わる。右手は使うんだけど右手だけではないですよっていう、うん、なってくる。いや、プロゴルファーの人はぜひ習いに来てください絶対怒られるね。いやでもそういうことだプロになりたい方とかね。そうだね、うん、習いに来た方がいいね。 それこそ事の発端は、うん、間に合わせてくださいって言ってんのに、うん、俺スイングの結論で振り遅れてくださいって言って、うん、それね、一緒よね、一緒だね、うん、そういうことです。うん、トール君はすごくあの分かってくれてるんで嬉しいです左脇を締めるってことはそれだけ難易度が高いっていうことなんですけど、スイングにはすごく重要なことなんで、意識的に今のご自身のショットに入れてみることはすごく大切なポイントになりますんで、練習場で軽く紙一枚挟んでるかなどうかなぐらい締めても僕は全然いいと思います。それで右手リードで言っても構わないので、それはもう使っていただきたいポイントになりますね。で今回はですね、左脇の締める重要性を動画にしていきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。